ラインツェルは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ郡に属す町村である。オストビュルテンベルク地方及びシュトゥットガルト大都市圏変炎部に位置している。ラインツェルは、ライン川沿いのシュベービッシュアルプ東部の先山地方、高度400メートルから460メートルに位置している。シュベービッシュグミュンとの北東約10キロメートルにあたる。この町は、 面積の非常に小さな町である。ラインツェルは、北と東は、月銀縁、南は、イギン縁、西は、テーファーロートと境を接する。自治体としてのラインツェルは、小集落エルホイザーを含む、ラインツェル集落と、ブルファーミューレ地区、シャフハウス地区からなる。州統計局の2015年のデータによる。ラインツェルは、1259年に、 セラという名前で初めて文献に記録されている。この集落は1409年にゼル・アンデアリン、1426年にリンゼルと記述されている。15世紀にエルバンゲン修道三次会が両方化し、ラインツェルは霊園として受風された。ラインツェルは1360年から1483年までグミュントのターラー家に与えられた。 最後のターラー屋当主の未亡人ロジーナ・ターラーは、ルドルフ・フォン・ベスターシュ・テッテンと結婚した。これにより、エルバンゲン修道三次会長、アルブレヒトの下でのこの村の霊園剣は1484年に、ベスターシュ・テッテン家に移された。ラインツェルは、その後、1530年に、ホルクハイム家、1604年に、イエルク・クリストフ・フォン・ウルゼンベック、1612年に、 古くハルトフォン・ファウバー系と引き継がれた。最終的には30年戦争中の1636年に、はじめはブレーメン大司教に仕えていたバレンティンフォン・ラングがラインツェルに封じられた。ラング家はラインツェルに住み、170年間この家を保った。1806年、帝国騎士領が廃止され、世俗化が行われて、ラインツェルはビュルテンベルク領となり、 オーバーアムトグミュントに編入された。ラインツェルは1810年に独立した自治体となった。ラインツェル住民の不益は1842年に初めて保障協定により制限され、ラング団尺は1874年に分割払いの最後の支払いを受け取った。ラインツェル住民はこの時点から全ての不益から解放された。 1973年の軍裁編によりラインツェルは新たに設けられたオスとアルプ軍に属すこととなった。ラインツェルのカトリック制御オルク教会ラインツェルで現在の形のカトリック教会建設が始まったのは1776年である。それ以前は主に建築資材の不足からずっと貧弱な姿であった。この教会は1783年に完成し、 1805年に祭壇が設置された。マリア秘翔店の図が描かれた天井は、ヨハンネ・ネポム・クニーベルラインによるものである。この画家は、エルバンゲンのシ年ネンベルク教会の十字架の道の礼拝堂で知られている。1971年に、福音主義の集会所の建設が始まった。これは、教会行事のためのホール、青年集会所。 福牧師の住居が必要となったためである。1980年にこの教会は、エシャフ派教会組織から完全に分離され、月金玄ラインツェル教会は、独立した組織となった。礼拝は、ラインツェルと月金玄とで毎週交代で行われる。この町は、ライフリッケンホーファー自治体行政連合の本部、所在地である。この行政連合には、エシャフ派、月金玄、 イギンゲン、ラインツェル、オーバーグレー人間、シェヒンゲンが属している。ラインツェルの町議会は12議席で構成される。第二次世界大戦後の町長を列記する。ラインツェル城、ラインツェル城は30年戦争で破壊された防衛施設後にラング家によって1650年頃に建設された。この城間は領主権を失った後もラング家の所有物として保持され、 1990年になって、ブリギッテ・ホナング団尺夫人の所有から売却された。バーデン・ビュルテンベルク州文化財保護局の意義により、ホテルへの改築は頓挫し、この上官は、長年亡命者や難民などの要保護者のための宿泊施設として利用された。2017年現在この上官は、指定となっており、所有者のヘルムートビッグレーダー及びジルビア、 ビッグレーダーが居住し、回収している。ラインツェルには3つの運動場、1つの体育館、1つの文化ホール、1つの射撃場、スキーリフトを備えたスキーゲレンデが1箇所ある。この他に多くのスポーツクラブがあり、特にテニス、アイスストックスポーツ、サッカー、さらには充実が行われている。ラインツェルには基礎家庭、作業実家学校及び 実家学校がある。学習障害児のための養護学校は2012年の学期から閉鎖されている。最寄りの上級の学校はシュベイビッシュグミュントにある。幼児にはカトリックの幼稚園と福音主義の幼稚園がそれぞれ一園ある。これらの幼稚園は全ての宗教の信者を受け入れている。ラインツェルの石寺30年戦争後、家を失った人々が大勢。 ラインツェルに定住した。彼らは行商をして生計を立てていた。これらの商人がそれぞれの言葉をラインツェルに持ち込んだため、現在も様々な方言由来の言葉が話されている。1720年、ラインツェルに住む90歳の女性の体から石化した子供が見つかった。彼女は46年間もこれを保持していた。ラインツェルの意思字は、 最も保存状態の良い指示標本の一つとされている。この発見を最初に記録したのが、ゲオルク一世用の小2回、ヨハンゲオルク主体ガータールであった。この指示は1854年に W ・キーザーの学術論文の対象となった。現在、ラインツェルの指示は、中便現大学のコレクションに収められている。ありがとうございます。